俺、ありとあらゆるものすべて飛ばしてきたよ。はぁ、うわー、棒読み。これで下いける？うわー、あー、ただいま。どうも。最初に書いてきた。はいえー、帰る。いや、でも帰るのはね、まだ早いわ、ちょっと。さすがに。え、最初ここだっけ？入ったの。で、3回行くか。こっち側。行き止まりやないか。他人着道路獲得。会いたくない。会いたいけど、ね、会いたくて震えてきたけどさ。ダメだよ。俺は西野カナじゃない。あ、これまた、あ、そうか。ショートカットがあるんだ。獣肉しか取ってない。多分、滴る獣肉とかはね、ないと思う。もうちょっといい獣肉が欲しいですよね。こういう、ここまで来たら。カチャカチャうるさい。まあ、鎖やからな、みんな。ねえ。よいしょ。さあ、ちょっと、また肉が来たので、肉いただきましょう。お肉だー、うまい肉を食べたい。よこせ。違う、石だ、それ。で、これが途中で止まっちゃうのは、うん、やっぱ塩だわ、これ。止め金がついてるわ、ここ。なんかあるかなと俺も思ったけど、気のせいですね。こっち行こう。前回ここ上上がっていったんだっけ、結局。ここまっすぐ行ってみようか。ほら、なんか出てるよ、ここ、鎖。こっちやないの？こっちこっち、ほら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 。めっちゃ出てるよ、鎖。草だらだよ、草だら。いや、俺が決して臭いわけではない、それは。決して俺が臭いわけではなくて、鎖の草だからね、みんな。金がゲットした。やった。そう勘違いしたらダメだ。いや、臭いわけじゃないって言ったでしょ。ねえ。そう勘違いされたら俺困るっていうかね。もう、おまんま食い上げていくかね。よくわかんねえや。あそこジャンプで行けないかな。行けないよね。どうしよう、これ。向こう側行けないの、まだ。ルートが違うかな。こっち？え、ようわからへん。ちょっと、東大卒リスナーとかいませんか？僕に教えてください。なんだ？うわあ！うわあ！でかいやつ！なにゃ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 、誰やお前？え？ダークソウルでこのやつ見たことある。へい。引きちぎってやろう。ほらほら、エネルギーを貯めて、おれー、怖いな、なんかお前。よいしょ。頭は鎖で押さえとけばもう楽勝じゃね、こいつ。へい、へい、へい、へい。いた！ひどくてやばい！食らわんようにしよう。へい。ほい。おい！まだね。おい、おい。怖い。思ったよりでかくなかったの、それは思う。わかるわ。よし、さあ、レベルアップ、体力回復、腕力アップ。よーし、あっ、滴る獣肉だ。これで、あの、ハッピーになれます、僕は。おい、おい、なあこいつ。おい、
よしよし、よくしょ。いいねー。お前大したことねえぞー。おいおい、おいしょ。レベル2のね、マックス技を2回当てたらいい感じかな。さ、脈動する獣肉っていう、いかにもな、いかにもウルトラレア的なアイテムゲットしました。よし。いいね。脈動する俺です。レア肉、レア肉。高く売れそうですね、これは。さて、主の報告。さあ、これボスの研究結果ですね。さあ、ここのボスは防御力が高いらしいです。外部から衝撃を受けたとき、足と尾の表面に得意な結晶を生成する。なるほどね。つまりそこに向けて鎖をつけるってことかな。で、登る？主に。ワンダ？巨体に見わなる俊敏さがある。俊敏さもある？違うな、じゃあ。その特殊な鉱石のどっかを固定するってことかな。わかんねえ。身体面が優れているらしいですね、この主は。素早い、早い。なるほどね。まあ俺の方が速そう。ヘイ、うわ、なんやこの子。まあ、普通に落ちてはええんじゃん。はい、落ちてきました。金くれ金くれ。お、さあ鎖はここに向かってますね。入ってみようか。さあ2階チェックポイント行きましたね。そろそろでも帰りたいな。何が早いのって、それは早漏ってこと。君たち後でちょっと、ね、反省文提出な。あ、ここ違ったか。ショートカットかと思ったんだけど。うわー、くんち出てきた。ちょいちょい待って待って、ほんとやめて。でもこれ行くとこがないよね。次向こう側は行けないしね、鉱石もないしね。ここ今のところで正解かな。じゃあ、あ、なんか落ちてる。鎖は下に行ってんだけどね。でも落ちた方がいい？いや、落ちるよ。ヒャーって言って、ああるじゃんこれ。あ、最高やん。ショートカットできたで。しかもお肉もいる。お肉、おい、お肉、インターネットお肉マンだ。へい、おい、おい、おい、へい、へい、お肉マン、へい、じゃいった。お前、お肉が歯向かうな。全然効いてねえこれ。ああ、こいつ覚えとけお前。何も壊れなくてよかったほんと。脈動する獣肉、脈動したないこれは。ちょ、帰ろう。これ1回だよね。よかった。めっちゃ強かったんだけど。チャンネーさん、あと2つだね。あの、ボス戦の場所はもう分かったので、あとは鎖2つ封印頑張りましょう。そうだ、嫁が心配、1回帰ろう。大丈夫かっていう。ヘイ。監視塔です。何時ぐらい？まだ明るいですね。あ、ただいまー。怪我した、めっちゃ痛い。体中痛い。はい。ああ。ありがとう。服変えてくれてるね。お菓子できた？ファイエンで。やった。またお菓子作ったんだ。ありがとう、お菓子。お菓子ね、定期的にくれるからね。エンドはいつもあの草。そう。どうした？楽しそうやな。とりあえず肉は出そう。どうしよう。
あ、全回復する。え、どうしようかな、どうしよっかな。脈動売りたいんだよね、俺正直言って。滴るでいいわこれ。いや、売りたいんだよ。ありがとう。食べる？ゆっくり食べてね。いや、今貧乏だからさ、分かってみんな。ほら、これでも十分満足。ほら、ペロペロにっこり。あ、惜しい、惜しいです。おお、頼む頼む。300、やばい。あ、先日指南書で5000円のやつじゃん。ええのくれたわ。そんなくれんの？へえ。空色の服はもうあるしな。次、絨毯だな、あげるとしたら。戦術指南書はなんか熟練度を上げるって書いてたから、よくわかんねえや。よくわかんねえけど、多分熟練度が上がるんでしょう。釜を強化する、まだしな、する気はないんだけど、足りないもの、水銀か。水銀買っとこうかな、1個だけ。水銀。あ、金属界。と、水銀。だったら、これだけいただくよ。どうしようかな。今後のこと考えたら絶対いるんだよね、水銀。置きとこう。よし。こんなもんでいいや。バイバイ。で、あとは、頑張るっていう。あ、セーブしとこう。またペン出しっぱなしで怒られちゃう。で、片付けたか？すげえ、体がもう、重てえっていうか、もうボロボロなんだけど、今。やばい。手作りのお菓子。なんだろう、この熟練度が上がるって。レベルが上がるのかな、ほんと。さっぱりわかんねえ。金貨っていう。泥。バッグすげえ入ってるな。これ何これ、オケアノス霊石ってやつ、装備品ですね、これ。見てみようか。使ってみたら？そうだね、使ってみようか、今セーブしたし。使えないわ。監視塔ではアイテムを使うことができませんっていう。え？麻痺状態を防ぐらしい、これ。この、オケアノス霊石。麻痺は別にいいかな。なんかレアそうだし、壊れたら困るからね。でかいね、あれめちゃめちゃ。俺が寝ないとって、ほんと。眠ってる。セレスが起きるまで休む。今はそっとしておこう。それで回復したい。回復したい。起床時間0時？じゃ、まず晩ご飯時に起きようよ。晩ご飯は？あれ？どうしたの？エンデ、顔色悪い。ああ、ごめん、休むわ、じゃあ。ごめんなさい、エンデ。私のせいで、しかもエンデまで国中のから追われる。なんとかなるよ。なんとかする。頑張る。いや、頑張られてもね。日も落ちたし。準備してねって、オッケー。お母さんたち。エンデはいつも。触ってるよって。どうしたの？で、喋るだけで好感度上がってくる。絆が深まってきたのを感じる。いつもありがとう。ありがとう。はい。エンデに。なんかくれた。賢者の石。お前、何者や？金貨は、親密度が上がるけど、あ、プレゼントになるけど、親密度いまいち上がらないんだ。蘇生に使えるアイテム。なやこいつ。持ってかれた！作った代償に？ねえ。やべえな、こいつ。気持ち休もう。ちゃんと休もう。もう寝そうか、大丈夫か、眠い、ちらエンデ、どうかした？あれ、意外となんか胸があった。エンデ、うん、ちょ
ういいかな。どうした？え？あ、当たっている。なんだ？ずっとこんな風にできたら。どうしようこれ。たまにはねって。あ、なんか突然汗なってるかもしれない。何？どうしたのって。なんかあったって。俺なんかあった、ね、昨日夜中に変な物音を聞かなかった？聞くってやつ。ねえ、セレスのそばを黒い何かが。やばい、やめて。なんで見かけた時に何もしてくれなかったの？え、冗談？もうエンデのバカ。ミンゴミンゴ。ああ、ここが下がったじゃねえか。それにしてもここって夜は本当に静かだね。エンデが塔にそれくらいしかできない。塔で何か最悪やもう。みんなちょっとぐらいからかわせてくれよ。これくらい。ドーピングしよう。ドーピング。どうしたの？ドーピングしよう。ドーピング、ドーピング。だから DT なんだよ。黙ってろ。これくらい。ドーピング、ドーピング。しっかり渡そう。しっかりオッケー。困った時のドリアード。ドリアードいっぱい渡そう。あ、これ絨毯さっき引いたやつだよね。いい絨毯だこれ。貢がなきゃ、貢がなきゃ。ちょ、またなんかプレゼント買おう。で、何が必要？プレゼント買いたいんだけど。何買おうかな。鉢植えもっとあげようか。鉢植え。ちょ、900円の鉢植え。お金ない。お金ないマジ。ねえ、ちょっとからかったら好感度下がるのやめてほしいわ。ちょ、これあげる。プレゼントだよ。ありがとう園で。どんどん種をまいて。うん、頼むよ。一面をお花畑にしてくれ、この家の周りを。ね。金貨と銀貨を金にするオッケー。こんな素敵なもの。ああ、めっちゃ喜んでる。いいよ。ありがとうエンデ。もういくらでもあげるから。どうしたの？今から行ってくるわ。君のために世界を救ってくる。行ってくる。ブヒブヒしそう。一回冷たい態度取ってねえ。また金払いよくしていくってやつ。すげえな。はい、じゃあ龍眼の塔到着しました。行ってきます。さあ、鐘が鳴ったね。1時間経ったのかな、これで。さあ、これで今0時ですね。頑張ろう。あーってなる。ふー、貢ぐために稼ぐかっていう。もう、ドリームクラブ見てんじゃね、それ。ねえ。お金がねえから、女の子貢がなきゃいけねえけど、お金ねえからアルバイトするみたいな。よし。ほい。ほい。ほい、よし。さあ、3回当てたら死にますのでね。鎖で足止めしてから、ほい。ほい、ほい。あ、最後外した。危ない、お前は。そういうことしないの。えい、えい。さあ、レベルアップ、装備エリアもアップです。滴る獣肉獲得。いいね。これで装備欄が広くなったので、いっぱい装備できるようになりますけどね。置いてきちゃったな、基本的にアイテム。鉱石復活しない。あったあったあった。これ持っていこう。うい、壊れろ壊れろ。ちょっと引いておいて、じゃあ最後行きたいと思います。あいつレベル上げに最適だよね。あ、戦術指南書は後で使おう。はい、上到着しました。よし、
これでパッとつける。おお、これ大丈夫か。よいしょ、行こう。よし、さあこれで2つ目の封印の鎖解除できそうですね。肉も落ちるしね。肉でも肉ってね結構安いんだよね。でもなんかね、おばあちゃんがさ、みんな気づいてるかもしんねえけど、なんかたまに肉をね、いっぱい渡したら、プレゼントくれるんだよ。わかる？だから肉は多分たくさん持って帰った方が、いいんじゃねえかなっていう。前絨毯くれたし、今回戦術指南書くれたじゃん。そう。だから絶対なんかね、いい感じのイベントなんだよね、あれは。あ、これ、降りなきゃいけねえか。おばあちゃんエンドが来るって。どんなに懐かれちゃったってやつ、おばあちゃんに。おばあちゃんの好感度上がってるの多分上がる、それ。めっちゃ上がってんじゃねえかなって。予感があるよね。予感の確信ってやつ。あ、金剛ちゃんだ。またいる、こいつ。うい。ケンジ倒しときますね。いいレベル上げだわ、こいつ。うい。よいしょ。マッチン！ほい。そう、肉はね、肉好きに売ってる。うおい！高速。すぐ高速外れるだけあって、こいつやっぱ強い。いやー！お前！あ、足に！え、これ、いろんな部位にさ、負けるんだね。すごいね。足に鎖巻いたら敵こけてっていう。よいしょ、肉よこぜ。さあ、滴る獣肉脈動くれよ。